つくばカントリークラブは、茨城県つくば未来市高岡にあるゴルフ場である。つくばカントリークラブは、1958年、茨城県つくば稲村あざ高岡に、ゴルフ場に適した用地がある。我々医師のゴルフ場を作ろうと、日本審判の山田光成のところに相談に来たのに、始まる。用地を見たところほとんどが、松と雑木だった。同年5月30日。 新たなゴルフ場建設に向け、株式会社つくばゴルフコースを設立、社長には、大和証券株式会社の加藤和音が就任、証券会社や生命保険会社の会員の株主会員制のクラブである。コース設計は、東京農業大学、日本造園学会の佐藤正に依頼、工事は佐藤工業株式会社が行い、1959年9月15日、 コースは完成。同年9月18日、18ホールのゴルフ場が開場した。敷地内の大木をハザード代わりに残し、各ホールの特徴はグリーン周りのバンカーの数と造形で造成した。各ホールのグリーン周囲には、桜、白樺、メタセコイやドッグウッドなどの花木を植えた。2006年6月、川田多造の設計によりコースの改造工事が行われた。 日本の女子プロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本女子オープンゴルフ選手権競技大会などの、大会開催の実績がある。郵便番号300-2301茨城県、つくば来市高岡830番地の2、ありがとうございます。